鎌田大地、俺を取りたがってるクラブは、ベンフィカ、ミラン、アトレティコ、バルサ、ドルトムントか。よし、ミラン行くぞ、これ。鎌田、俺を取りたがってるクラブは、ベンフィカ、ミラン、アトレティコ、バルサ、ドルトムントか。よし、ミラン行くぞ、ちょっとおかしいよな。アトレティコ行って欲しかったけどな。まあアトレティコで活躍するのは難しいと思ったんやろ。一番堅実やと思うが、アトレティコじゃ機能しない、序列低い可能性あるし、バルサは消し絵みたいな扱い受けるだけ、もっとも自分が序列高くチームのレベルも高いとなると、ミランやと思うが。消し絵より下やろ、あいつはボール狩る役割だし、デヨング、ガビ、ペドリ、消し絵いて、鎌田なんか欲しがらんやろ。消し絵より上か下かの話はしとらんねん、フリーだから転売ありきで取って、別に戦力にならなくてもいいやって雑な扱われ方しかせんということや。アトレティコとか出るのきついやろ。わざわざ中盤省略クソサッカーしかできないチームに移籍してキャリアを台無しにした柴崎と比べればまともな判断してる。いや柴崎は一つ前の世代でもう栄光はロシアワールドカップで経験してるだろう。今のミランはちょうど面白くなってきてるところだからいい移籍やろ。なおピオーリのサッカーはクソつまらん模様。鎌田ってバルサに行ったとして試合出れたんか。なわけないやろ。デヨングとペドリとガビとケシエでローテやろ。出れはするだろうけど序列は相当低かったと思うよ。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。